皆さん、新年明けまして、おめでとうございまーす。はい、どうも、メントスコーラとマンドルモルでございます。ということで、皆様、改めまして、2022年ということで、新年明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いしますというところで、動画の方を撮っていきたいなというふうには思います。まずは、2021年ね、たくさんの方に動画を見ていただきましたので、改めてこの場でお礼をね、言いたいなというふうには思います。改めてありがとうございました。はい、というところでね、私が猛烈に応援しております横浜 DeNA ベイスターズ、今年こそは優勝かなと思って、応援していたという節もあったんですけども、皆様もご存知の通り、今年は、最下位という形で、転落というか、まあ、最下位になってしまったというところもあるんですけども、必ず、もう、この動画の中で断言したいのはね、もう2022年、もう横浜 DeNA ベイスターズが優勝する年としてね、もう、数百年はね、語り継がれる年になるんじゃないかなというふうには思います。もうこの2022年というのもね、なんか DeNA っていうかね、ベイスターズっぽい感じの、ニュアンスかなというふうには思いますし、去年ね、やっぱりその最下位の2球団、オリックスとヤクルトが、今年ね、去年優勝したというところもやっぱありますので、さらにやっぱり最下位のチームのね、期待度というのもかなり、上がっている節もあるかなというふうには思いますので、2022年は横浜 DeNA ベイスターズリーグ優勝、さらには日本シリーズに進みまして、そこでね、どっかしらのまあパリーグの球団と戦って、日本一にね、なってくれるんじゃないかなというふうには思います。さらにはハマスタでの胴上げ、ビールかけ、それをね、ファンのね、私たちに、見せてくれるようなシーズンになるんじゃないかなというふうには、心の中で思っておりますし、毎日ね、2022年も、このチャンネルを通じて皆様とね、一緒に応援することができればなというふうには思います。ぜひ、ベイスターズの勝利というものをこのチャンネルで、分かち合って皆様とね、シェアできればなというふうには思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、本当に2022年楽しみなシーズンで仕方ありませんので、ぜひ頑張って応援しましょう。はい、今後もね、引き続きキャンプやね、オフシーズンの動向というものをまとめて、このチャンネルでね、掲載していきたいなというふうには思います。さらにはね、こういう動画撮ってほしいとかね、リクエストなど等も、ございましたら、ぜひぜひ、採用していきたいなというふうには思いますので、コメント欄でどうぞよろしくお願いします。はい、今日はこんな感じで終わっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではね、お疲れ様でした。さら、バイバイ、今週はいい年にしましょう。敵はすぐ目の前だ。大いなる闘志燃やせ。響け我の魂。輝ける未来へ。かっ飛ばせ、大和。